はい、こんにちは。この子猫です。今日の一日一冊は漫画でわかる続ける習慣です。いや、習慣化の本はまあ多数ありますが、これはダントツにわかりやすいです。私もこれを読んでからあらゆるものを習慣ができるようになりました。まあ、この本には三日坊主を防ぐ習慣化のテクニックがたくさん紹介されているんですが、今から言うですね、3つのテクニックを覚えるだけでもほぼ全て OK です。1つ目がですね、ベイビーステップというものですね。まあ、いきなり大きな目標を掲げずに小さい目標から徐々に上げていくこと。例えば腹筋なら1日1回から始める。いや、冗談じゃなくてこれマジでです。大体の人はこれをいきなり腹筋1日30回、とかから始めるので挫折します。1日1回から始めて徐々に上げていく、それがベイビーステップです。2つ目がですね、パターン化。まあ、1日のうちいつ腹筋をやるのかをあらかじめ決めておくことですね。まあ、おすすめなのはイフゼンルールといって、すでに身についている習慣の後に腹筋をやると決めておくこと。例えば私の場合は朝起きたら腹筋すると決めているわけですね。朝起きるのは確実に習慣になっているので、その後にやると決めていれば腹筋をやり忘れることはないわけです。3つ目はですね、例外ルール。まあ、1日1回から始めて1日10回まで腹筋できるようになってきました。まあ、なってきたとしましょう。とはいえですね、例えば飲み会の次の日、二日酔いになっている時に腹筋10回は辛いですよね。まあ、そういう時は例外ルール。二日酔いの次の日は腹筋1回でいい。まあ、こういうルールを作っていくことで、まあ、辛い日でもですね、とりあえず腹筋1回はすることができ、まあ、習慣が途切れない。まあ、習慣化のコツはですね、とにかく毎日少しでもいいのでやり続けることなんですね。まあ、ということでですね、今日の1日1冊は漫画でわかる続ける習慣でした。気に入ってくれた方はぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた明日会いましょう。バイバイ。